by all means. Yeah, find somebody that. I've never done the run. I just watched, I used to watch Funk Doc do it a lot. Good night, Dark Man. Take a rest. I'm so sorry about everything that happened. You don't have to apologize. I feel bad for you. It's alright. That's it, man. Yeah. Alright. Are we gonna be back on the main stream? Yeah, okay. Yeah. Looks like Cass is Cass is back with us. You have the main account information. Just in case something goes wrong. Okay, yeah. I gave it to a couple people, but yeah. I think I do. Well, if you don't, I gave it to a few people, so you can just ask. Yeah. Alright. Alright. Yeah. Peace. Alright. Pretty sure this venue has no audio. So we should be good. So let's go ahead and reset. Oh right. Okay, there we go. Thank you.
まるで客をもてなすような態度なのね。ずっと待っていたの。フレイナイさんからレナスお姉様が戻ってくるって聞いてたから。久しぶりね。元気だった？うん。あ、中でオーディン様がお待ちだったんだ。ええ、それじゃまた後でね。承知に応じました。任務の内容はいかがなものでしょうか。立ち上がりなさい、レナス。多くの下の者同様に頭を垂れる必要などあなたにはないのですから。はい。久しいわね。会いたかったわ。私もよ。レナス・ヴァルキリアよ。運命を司る三女神のうち最も神格の高いそなたを呼び覚ましたのにはもちろん訳がある。はい。ユーミルの首が我に告げたのだ。世界の終末、ラグナロクが近いこと。ラグナロク。万神族も不穏な動きを見せている。我らアース神族と奴らとの戦いは避けられぬところだ。我らには戦力が必要だ。そなたには下界ミッドガルドに赴き、戦力にふさわしい人間の魂を探してきてもらいたい。そのような大任を私に。光栄です。守備よく成果が得られることを期待している。それではフレイを。はい。私も一緒に行ってあげるわ。すぐに戻らなければいけないけれど。目覚めたばかりのあなたを一人で行かせてしまうのは心もとないから。
されたのに違う。
俺はあの時娘の目の前で父をこき下ろしたんだ。もちろんそんなつもりはなかった。俺は国王としての不甲斐なさを指摘したのだから。自分が間違っているとは思っていない。だが娘にとって父はやはり父なのだ。親をバカにされて黙っていられる子供がいるわけがない。旅は順調で、3日目には全行程の半分を踏破することができた。煙を上げて迫ってきたのはアルトリア騎兵の一団だった。何かを追っている様子だったが、それがまさか俺たちだったとは。今思えば得体の知れない荷物にもっと疑問を抱くべきだったのか。まったくらしくない。荷から出てきたのはあのおてんば姫ジェラードだった。
少年の腐ったこいつを殺してやりたかったが、それよりも今、俺は。龍勢、苦しい。ベルトは二重の手を打っていたのだ。誘拐の発覚を予見し、王女捜索部隊に薬を持たせ、俺たちがビルノアにたどり着けば何の問題もなく、仮に発見されたとしても騎兵は薬を使うため、王女の意識がないのは最初から分かっていたのだ。効果は見ての通り、王女は魔物と化し、真相を知る者は残らず死ぬ。多分王女さ。多分あいつの選択が正しいんだろう。だが俺は逃げる気にはなれなかった。戦場でもこんな気分になったことはない。ロンベルト、絶対殺してやる。だがジェラードはどうすればいいのか。神々は魂を冒涜する存在と常に人知れぬ場所で戦いを繰り広げているのだ。我と共に生きるは霊源なる勇者。いでよ。まあ、勇士はできるみたいだ。それだけでしょ。戦いは俺にとって最高の喜びだった。だが今は違った。つまらないと感じるのも兄さんが満たされているんだ。違う。他人が朽ち果てることで自分を確認できる。そうだ、絶対的な価値観を持つことができず、相対的にしか判断できない人種。他人を見下す思い、歪み。俺もあの国王と同じなんだ。
助ける。助けるとは一体どのようなことを指す？えっ、それは生き続けることか、それとも私に選ばれることか。なぜ俺を助けた？私からのせめてもの花向けだ。長い付き合いになりそうじゃの。確かに長くなりそうだな。
くやったインペリアたち。現在の戦況現在の何か手をレナス、もう少し今回のあなたに与えられるレナス、戦士が戦闘力の戦術理解アーティファクトの研究、それじゃあいい戦力現在の戦況現在の何か手をレナス、かんばしくないよ。今回のあなたに与えられるレナス、旧兵が後方援護に情報収集偵察任務のでくれぐれ幸運現在の戦況現在の何か手をレナス、全く今回のあなたに与えられるレナス、今度あの子の口先だけで生きているような奴らと戦術理解、悪魔知識が情報収集、それじゃああなたならやれるとし現在の戦況現在の何か手をレナス、評価に値しない今回のあなたに与えられるレナス、力のある戦士は多く足の速い種、泳ぎの得意ない部隊の指揮を剣士が優れた剣、くれぐれもいい方法
久しぶり。現在の戦況。現在の何か手を。エインフェリアたち。レナス、なかなか。今回のあなたに与えられる。あなたの働くこれらのアーティファクトはあなた。レナス、ドラゴンの討伐、死を恐れない。儀式を行う必要が。モンスター知識が、剣士が優れた剣に。それじゃあが、いい戦力。現在の戦況。現在の何か手を。エインフェリアたちの。レナス、評価に値しない。今回のあなたに与えられる。あなたの働くこれらのアーティファクトはあなたに。レナス、氷の封印を解除し、人間界の精霊の森、目前に迫った四つ兵。レナス、精霊の森に赴く最近。ニブルヘ、よもや攻めてくる万が一ということもあるし、魔法つ高度な魔術を、くれぐれ幸運を。久しぶり。現在の戦況。現在の何か手を打つ。エインフェリア。レナス、評価に値しない。今回のあなたに与えられる。あなたの働くこれらのアーティファクトはあなたに。レナス、いよいよ四つ大きな被害が予想される。舞台の士気を、士気の高、軟弱なものではない。それじゃあ、あなたなれ。これが最後の決戦。
死の先を行く者たちよ、容赦しないぜ。相手が悪かったな。
栄えるというのか。わし。あなたの送り込んだエインフェリアたちもよく働いてくれたし、よくやったわね、レナス。深海はオーディン様によって永遠の繁栄と安定を得ることになるでしょう。これであなたの人間界での役目は終わり、ワルハラに戻り心身ともに休息を取るといいわ。傷つき傷んだ羽を休めることが今のあなたにも必要なこと。ご苦労様。そしておやすみなさい、レナス。再びあなたの力が必要になる、その時まで。
All right, that was Valkyrie Profile. Hope you guys enjoyed that. And next up, we have some exciting game. As my friend Red Killer would say, it's time for some Excitebike.